高木栄二郎から1904年6月2日は幕末の佐賀藩士、明治期の海軍軍人。佐賀市水替え出身。最終階級は海軍少将。栄転は14位、訓三等校4級。1852年、佐賀藩士、高木屋左衛門の第二子として生まれる。藩校行動官に学んだ後、1865年、佐賀藩の海軍兵学校。 戦士系古書に入校。母親戦争には、佐賀藩官公子丸の上院として出生した。1871年東大領技術見習いを拝命。1874年海軍将尉に任官した。さらに1876年には、法省上院として、西南戦争に出生。1883年には、流上上院の一員として、南米への遠洋航海や、 翌年の更新事変への対応を行った。その後、副総公会長、水路部測量班長、副総副長、岩木官長、水路部寿司課長、同測量課長を経て、日清戦争に連合艦隊公会長として、機関松島に上官。公開会海戦などに参加、異海英攻略で負傷した者の戦後大佐に昇進。山城丸官長、横須賀地港ごと、葛城の官長、 秋津島艦長、泉艦長、呉海兵団長、水路部測量課長を歴任し1903年7月、退命。翌年5月に死去した。54歳。6月少々に進み特使をもって、14位に除され、青山墓地に葬られた。ありがとうございます。